Hi everyone. えとこの動画ではプレイリストを消すのをやってみたいと思います。消すのはプレイリストが出てるこの画面が出てる状態で、えー、と左上に編集っていうところがあるんじゃないですか。編集を押してみてください。編集を押すとあもうなんか赤い丸がバー ざっと出てきていろんなことが出てくるんですけど「消、え、す、っと」っていうのはこの赤い丸のマイナスみたいなこういう線があるところあるんじゃないですかそこを押すと一応消すっていうことができるんですよ。押、まあ、押してみまますすすすね消と削除が出ますそれで削除をあのする前にあのちょっと待ってくださいどうなるかちょっとね。 あの先ほど,ど,ど26-2のこの曲をえっとテストにも入れたんじゃないですか前の動画ではねだから同じ曲を今ジャズ1300とテストが共有してるんですよそういう場合これを消したらどうなるかなっていうのをちょっと見てもらいたいですじゃあ同じ曲を今共有してるんですけど ジャズ1300を消してみます削除。押したらどういうのが出るかというと「プレイリストだけを消す」っていうすべての曲を空きにするゴミ箱みたいな感じに出るんですけどこれなんかちょっと若干おかしいんですけどね <laughs>。基本プレイリストだけを消すっていうのは本当に曲は残ってこの中にね曲は残ってそれで検索には引っかかるんですよ。 引っかかってあの見ることができるんですけど、えっとこのリスト、この箱だけこのなくなるっていうことなんですよね。中身はなくならずで、その下の全ての曲を空きにするゴミ箱が、ね、あるんですけど、これでこの中に入ってるやつをもう全部消すっていうことなんですよ。そうしたら先ほど私が。 とりあえず千三百に入ってる曲をテストに入れた場合、どうなるんでしょうかね <laughs>。ちょっと見ますね。もうプレイリストだけ消すっていうのは、もうわかるんで、もうやんなくてもいいんですけど、すべての曲を秋にする。うん、なくなりました。なくなったんですけど。なくなって。一番左上の完了を押してみます。完了を押さなくても、もう。 ご存知のように下見てくださいテスト先ほど1位っていう数字があったんですけど1という数字がなくなくったんですよねで結局共有してるそういう同じ曲を共有してるプレイリストをがあるんですけどそのプレイリストをどっちかを消しちゃうと曲もあの曲も全部消すそういう例えばこれ,でこれでこの赤いところを押しちゃうと 結局、共有している他のところのプレイリストのところに入っている曲も全部消されるっていうところを皆様それをちゃんとね頭に入れて消すのをねあのこう気をつけてください。もう一応、ね、ゴミ箱のところを見ると一応一時,一時的にここに入っているんであので復帰することもできるんですよ一応、ね。でじゃあ左押ししてみまます。完了を押すす。と元通りしますここで ゴミ箱を押してみたら、もうなんかこういうのはたくさん入ってるんですよね、曲がね。うん。で、そこで下の方のうんゴミ箱を空きにする。もうこうすると、本当にゴミ箱のやつを全部消すっていうこと。で、その隣のすべての曲を復元するっていうのを押すと、あ、元に戻すっていうことなんで、これは皆様があのね、こう好きなように使って。 次はあのプレイリストの順番を変えるのをちょっとやってみます。